あなたがこの手紙を読んでいるということは、きっとすべて片付いた頃ね。私がこの船にどんな思いを込めているのか、どうしてこの船をそんなに大切にしているのか、そんなことを何度も聞いてきたでしょ？ケルシー、私の答えはね、このロドスアイランドという船が、あなたの家になってほしいと願っていたからなの。誰にも理解されなくとも、我々は皆自らの道を見つけられる。ドクター、君も君の道を見つけられるだろう。あとのことはお願いします、ケルシー先生。しかし、君はどうする？私は理想の中に消えていく。でも彼女は、朽ち果てるすべてを燃やし尽くす炎となるでしょう。アーミアを頼んだわ。さようなら、テレジア。今、あなたが初めに抱いた疑問を解き明かす時なんじゃないかしら。長い長い夜の後には、ロドスアイランドにもきっと夜明けが訪れるわ。